おはよう。今日もね、夢見たよ。何の夢見たかな。忘れちゃった。でも面白い夢だった気がする。なんか続きが見たい夢でした。皆さんに見せたいものがあります。それはこちらです。ズズン、見てー、かわいい。夢よく見る。だんだん、まあ、なんか深い睡眠できないってことだから嫌なんですけど。みきちゃんと仲良しですか？ああ、はい、 LINE してます。で、これは何でしょう？ポチャッコなんですけど、何でしょう？何でしょう？何に使うものでしょう？めっちゃ可愛いでしょ？もうね、一目惚れで買っちゃったの。向き、あ、そっち系、惜しい。スタンプ、あ、確かにスタンプに見えるけど、スタンプではない。消しゴムでもない。そう、青色に可愛いでしょ？可愛いんだよ。正解は、ヒントは今の時期に使えるやつ。なんか、そうそう、持ち歩くもの。そうそう、持ち歩くものですよ。消しゴムじゃないです。確かに見えるけど消しゴムじゃない。文房具ではない。当たり出そうなんだよな。カイロでもないね。湯たんぽでもないね。リップでもないね。楽しいですね。はい、正解います。皆さん残念。正解は、あ、上級した時のあんたではないです。めっちゃ入れちゃった。ということで消毒でした。やばい、めっちゃ入れちゃった。あ、ハンドクリーム惜しいね。はい、消毒でした。今の時期にぴったりの消毒です。なんかもともと、あ、そう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 、消毒でめっちゃ可愛くない？これ。他にも、他のキャラもたくさんあって、なんかいっぱい並べてあったんですよ。なんかそう、それで可愛すぎて一目惚れで買いました。可愛い。もうこれは買うしかないと思って、結構高かったんですけど買いました。キラン、可愛い。消毒がしたくなりますね。だから、ハンギョドもあったよ。あ、分からん。なかったかもしれない。ちょっとネットで調べてみてください。あるかな。ぽちゃっこにしか目がなかったわ。バラン、ありがとうございます。え、同じで持ってて、すごい。めっちゃ可愛いよね。ちゅん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 。耳？耳はね、福耳っては言われるけど、その自分の耳は好きじゃないです。あ、わかんない。スヌーピーか。スヌーピーはね、昨日売ってなかったね。
うん、ぼちゃこのグッズどんどん増えてくね。そう、振り返ってたんですよ、昨日。てか、ちょうど多分今頃、去年の今頃は本当にエコパーでスタバタしてた時ですね。必死に愛してラブルとかパレオとか覚えてた時期ですね。懐かしい。お花ってバレンタインにあったでしょ、あれね。懐かしいな。バカなんか夢だった気がする。現実じゃなくて本当にあった出来事だと思えない。あの景色は本当すごかった。うん、もう1年経つらしいんです。うんね、遠い昔に感じるよ本当に。それな、懐かしいな。ケータリング美味しかったな、美味しかったな。めっちゃケーキあったしな、美味しかったな。お花あ、来てくれるって言ってたもんね。楽しみにしてます。これから先も応援よろしくお願いします。お願いします。眠いよ。こっちか。あ、そうなんですよ、トーク会が延期になっちゃったんですけど、まあ今はねしょうがないと思うので会えなくなるのは寂しいんですけど、ぜひ安全な状態になってから来ていただければなと思います。はい、安全第一ですので、いちごありがとうございます。5月の1、16、17だっけ、15、16、16、17、じゃあ劇場入ります、頑張って、ね、ありがとう、楽しみです。なんか今日入るとか言ってくれたら嬉しい。もしくは入った。楽しみが伸びたって思えば間違いない。本当にそれいい考え方、ポジティブだね。いつか入ります。うん、そうだそうだね。かわいいチームとセクシーチームです。こっちだった。好きなんだけど難しいよね。ドゥンドゥンカドゥンドゥンドゥン
ドゥドゥドゥーン、ドゥドゥドゥルドゥヌ、ドゥルナナナナナ、ウフー、ドゥ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 、だって見るのが好き？なら頑張ります。ぜひ皆さんも覚えてみてください。なんかね、難しいところがあるよね。部分的に難しいっていう。なんか今までやってきてそのダンスが難しかったんだろうな。まあ、ラストのスタンドアップとかかな。あとはね、なんだろう、でなんか今だとわりかしなんかそのすぐ入るわけじゃないけど、振り前よりは振り覚えは早くなったんですけど、まあそれでも遅いんですけど、で考えてなんか青がの時とかもなんかもう全然できなかったからできるようになったなとは思うけどね。すごいね、時間がね。かっこつけてもしょうがねえじゃん、近くにいるボツタオルだろ、ハートの鼓動も言えない鼓動をバーン、ドキドキ、オーライブ、薄なんかつけないとませやしない、こんなにわかりやすいフラグ立った、ここが好き。ちょっと入れ込みすぎたのがちょっとラップっぽいですね。こんなにわかりやすいフラグ立った、大好きだって誰だってわかるだろう、こう落ちほら、いや、サンドアップは難しかったね。今日は前回やったから鍵穴ではないという、多分ないということでちょっと安心をしてます。ちょっと危ないかなと思って安心してたらいきなり来るからね。虫にぜひレンチあるかも。まあ、それは皆さんに期待です。期待しててください。感染防止対策とかさ、非常誘導灯とかさ、難しいよね。本当にね、あれね、めっちゃ緊張する。一番緊張する。何よりも緊張する。あなたの子供は言えないことをバーン、ドキドキ、It's all love you、 嘘なんかつけないでもせやしない、こんなにわかりやすいフラグ立った、何好きだって誰だってわかるだろう、こういう落ちばん、おはようございます。歌いせた非常誘導と消灯をしてくださいみたいな。おはよう。なんだっけ、なんか言いたいことあったんだけど忘れちゃったわ。またなんか思い出したら言います。なんだっけな。311日ありがとうございました。ということで見てくださった1383人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。それではまたな、バイバイ。